いいの僕も読んじゃって。お願いします。船長、船長ですね、これ。船長さん。どこのお店の名前ですか、それ。大阪府にお住まいの、女性、はい、船長さんからいただきました。はい、ありがとうございます。はい。ガルパラを始めてちょうど1週間目でございます。ありがとうございます。単なる興味本位で始めたんですけれども、自分でもこんなにキュンキュン、キュンキュンするとは思ってもいませんでした。もう、今日は行動力ゼロで会いに行けないので、早く明日になってほしいです。ということなんですけど。あ、そっか。これはあれだ、あの1日に何回かしか行動ができないから、そうなんです、進めようと思っても翌日なんでできないからね。そうなんです。これ以上は今日はもう無理ですよっていう。でもこれがさ、またなんていうの、もう明日早く会いたいからって言って、うん、どんどん思いを募らせて、はい、深みにはまらせていくわけだよね。どこまでもやり続けられるっていうのじゃないところがいいですよね、うん、追っかけたくなるよ。これもう見事にこうやり口はまってますね、みんな。ありがたいお話です。ありがたいです。こういうハマってくれる方がいるからのね、はい、我々のこのマンションローン返済ができるわけですから。急にリアルに戻ってきます。生臭い話で恐縮ですけれども、怖い怖い、いや嬉しい。これからもでもぜひ楽しんでいただきたいです、ね。明日もね、頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい